いやー、来ましたねー、来ました来ました、やっと間もなくですね。はい、うつい TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。せーの、うるすい。はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もうるすいをよろしくお願いいたします。はい、さあ、というわけで、うん、大阪うるすいが、大阪場所がもう間もなくですよ。2週間、10日後ぐらい、10日後ぐらい、はい、始まりますけど、はい、じゃあ一つ発表しようよ。お、一つ 何をするのかということを。事務所が変わりました。変わりましたかね。それは変わりましたけど、ここで発表することは。おめでとう。ありがとうございます。そんなことじゃなくて、はい、うまくやれてる、やれてる。なんとなく馴染めてるわ。そんなことじゃなくて、はい、こんな何をやるかっていうことですよ。今日も練習してたじゃないですか、今してたっけ、はい、もう忘れちゃった。うん、コントやります。もちろん書いてくれたのは、はい、白柳勤さんですよね。そうですね、はい、いやでもアイディアはね、俺だよ。あ、確かにジョー君がなんか言ってました。それ聞きましたよ。あとね、言葉の節々とかセリフは大体俺。そうそうそう。でも俺が大体書いた。そうそうそう、大体ね、俺が書いたわ。いや、今回もすごくやばい。いやー、面白いっすね。正月らしいというか、うん、面白い、面白い、うん、面白いやつが出来上がったんだ、うん、これは大阪でもちゃんと受けるんじゃない？はい、いや、滑ったら全部つとむさんのせいです。大体滑ったら書いた人のせいです。演出家のせいです。僕らは言われた通り受けたら役者の そのね。ということでね、楽しみにしています。はい、はい、そして、うん、グッズ？あ、グッズね。グッズもいろいろ。はい。ちょっと今回は少なめ。なんとね。なんですけどね。ダンベルを。ダンベル。そう。こうダンベルをね。いくらですかそれ？これで、ね。100円。安い。安いパンだよ。あ、超重い。超重い。じゃなくて、じゃなくてこちらの、ドライバーを。今ならなんとこのダンベルに。ドライバーがついて、いくら？100円！安い！安い！これじゃない！ない。これじゃない。はい。T シャツ。T シャツ！ああ。これちょっとさっきデザイン見ましたけど、うん、え、見たの？見た。かわいいね、今回ね。あれ大体、あの、俺が考えたやつ。そうっすね。で、スタッフさんの、デザインとか、うん、これがこうしてやらいいんじゃないかっていうのは俺が考えた。あ、本当に？俺、実際工場ですんの。違うでしょ。ちゃんとみんなで考えた。そうそう、みんなで考えた、うん、とても可愛いのが ね、うん、あれも大阪らしいから、あ、らしいですね、確かに。あ、うん、あとキーホルダー、キーホルダー、ね、うん、あれも俺がもういいことやりとりで、俺がまあいろいろデザインとかしてまあ俺がね、あの受注してるんですけど。もういいですから。この2点が今回、そうですね、新たに、うん、売られるわけですけども、はい、皆さん、これでもさ、ほらキーホルダーと T シャツはもうずっと最初から作ってきてるわけですね。それをコンプリートしていってほしいわけじゃないですか。なんとなくちょっと、なんですか、コンプリートするような、ちょっとね、毎回デザインを少しずつ変えてるから、変えて、うん、あ、これは大阪の時だったな。あ、そうそう、そういうのね。大阪、寺山、大事故。そんな思い出までそうなってるかは分かんないですけど、そういう思い出も一緒にね、蘇ってもらえたら、ね、嬉しいですね。そんなグッズがね、発売されるんで、皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。あと写真もね、写真ももちろんありますので、はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。で、なんか、1枚だけなぜか1枚だけあの、チケット余ってるそうです。1枚だけ嬉しいですよ。1枚しか残って1名、うん、なんでこのタイミングで完売じゃなかったのか。なんで1枚で、世界1名だけ、ね、だというね、はい、絶賛発売中。いや、もうこれ言ったか、今もう、うん、なんかないかもしれない、うん、1枚だけ、うん、はい、ぜひ、なぜだと、ね、そう、そう、はい、というところでございます。お願いします。はい、大阪は何したいですか。大阪行って、あ、俺たこ焼き食べたいね。あー、やっぱそこがね、うん、間違いないよね、うん、食べたい。鉄板でね、鉄板で、うん、だね、道頓堀の水を飲みたいね。いや、あれお腹壊す。あれプールになるらしいっすよ。え、そう、道頓堀の川、え、すごい事業で、大阪の。それ、普通、そのあの川を使わずに、使わずにね、プールになるらしいっす。あ、そうなの。本当に、はい、
それに携わってるわけ。いや携わってない大阪の人じゃないそもそもそういうのもいいんですけども、そうなんだ、はい、じゃあそうなった時にまた行きたいね。行きたいですね、行きたい、はい、そのプールでイベントとかね。うおーすごいあいつら何やねん大阪の人滑っとるやんあいつらみたいなやつ、はい、東京もめめちきかるなってなるけど、はい、また何度でも行けるように、はい、まあ、とりあえず今年初のユースイベントですから、はい、はい、一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。はい、ということで以上ウースでした。せーの、ウースイ。